安楽樹院は京都市伏見区岳田桁にある新言州地山派の寺院。本尊は阿弥陀如来。三号はなし。京都の南に位置した蕎離宮の東殿に鳥羽上皇が造営した仏都道を起源とする皇室ゆかりの寺院である。境内に接して鳥羽天皇とこの江天皇の御捧笹がある。安楽樹院は京都市南郊の伏見区岳田桁に位置する。付近一帯は 平安時代末期、陰性の舞台となった戸張宮の跡地であり、安楽久い院は、利宮内に営まれた、仏道の後ろ身である。戸張宮は、王徳三年、時の白川天皇が退院後の居所として、造営を始めたものであった。平安京の南に位置する戸張の地は、桂川と鴨川の合流点にあたり、交通の要衝であるとともに、風光明媚の土地でもあった。 現在の近鉄武田駅、名神高速道路京都南インターチェンジ付近が、利休の跡地で、東西約1.2から1.5キロメートル、南北約1キロメートルの範囲に、御所、庭園、仏像などが営まれた。最初に営まれた御所は後に名伝と称され、その後、北殿、泉殿、馬場殿、東殿、田中殿などが相次いで建設され、白川、とば、 後白川の三代の陰性の舞台となった。賭場離宮の覚悟書には白川上皇及び賭場上皇によって仏道が営まれた。最初に造営された名伝に付属した仏道は明石混合院と呼ばれ、以下北殿には勝光明院、泉殿には聖母大院、東殿には安楽樹院、田中殿には金剛新院が造営された。 戸張宮内の他の御所や仏道が跡形もなく滅びた中にあって安楽久子院のみが21世紀の今日まで宝刀を伝えている。前述のように安楽久子院は戸張宮東殿に戸場上皇が営んだ仏道が起源で創建は宝縁三年のことである。当時は安楽寺院という事業はなく単に御堂と呼ばれていた。 安楽寺院の名称の文献上の所見は、工事2年である。阿弥陀道根流の2年後の法園5年、江門徳藤原家成によって、三重塔が建てられた。後に、本五塔と呼ばれる、この塔は、上皇がことぶ器領として作らせたものであり、上皇が方元元年に没した際には、この本五塔が没所とされている。現在の安楽寺院の本尊である、阿弥陀如来像は、 この本語党の本尊として作られたものと推定されている。その後旧案4年頃には、芝法王の皇后美福門院のために、別の三重党が建てられ、こちらを、新五党と称した。なお、美福門院は、遺言により高の山に葬られており、新五党には、芝法王と美福門院との子で溶接した、この絵天皇が葬られることになった。安楽寺院には、 他に旧体阿弥陀堂、不動堂などが建てられていたことが記録から知られる。旧体阿弥陀堂は前述の阿弥陀堂に対して、新秘堂と呼ばれ、旧安三年、民部教、藤原秋織によって建てられた。安置する旧体阿弥陀如来像は、蕎麦法王の病気平与を祈って、仏師長園に作らせたものであった。一方の不動堂は、九十二年、藤原忠実によって建てられたもので、 物資孔介作の不動明王像を安置していた。現在、安楽久市院の近くにある北高山不動院の本尊不動明王座像が、この孔介作の不動像であると推定されている。安楽寺院には、日本各地から膨大な省縁が寄進され、最盛期には32カ国63が省にも及んだ。これらは安楽寺院寮として、皇室の経済的基盤となった。 この家天皇安落樹院南領蕎麦天皇安、落樹院領その後、寺は永遠に4年と天文17年に火災に遭い、文禄5年の慶長伏見地震でも被害を受けて、創建当初の仏道や蕎麦天皇、この家天皇の御さぎであった二期の三重塔は失われてしまった。本後塔は慶長17年に仮堂が建てられた後、幕末の源氏元年。 河原武器法業作り屋根の仏道として再興された。この建物は安楽寿院西側に現存し、蕎麦天皇安楽寿院寮として、現在は宮内庁の管理下にある。一方の慎後塔は、豊臣秀頼が片桐勝本を武行として、慶長11年多宝塔形式で再建したものが、寺の南側に現存し、この絵天皇安楽寿院南寮として、 やはり宮内庁の管理下にある。天皇の領母に多宝刀を用いる稀有な例である。同年には、主郎も、秀頼の手で再建されている。豊臣秀吉によって、治療後百国を安堵されている。江戸時代には、達中が十人合房ありがさんとして栄えたが、現在の安楽樹院は6つ存在した、有力シーンのうちの前松院が、寺席を継いでいるものである。幕末には、 安楽樹院が、蕎麦、伏見の戦いの本営となった。境内には、大師堂、阿弥陀堂、書院、栗などが立つが、いずれも、近世以降のものである。本尊を安置する、阿弥陀堂よりも、工房大師像を安置する、大師堂の方が規模が大きい。三尊石仏三尊石仏配管は、事前の許可が必要。ありがとうございます。